朝もはやから桂爽彩です。A. M. 一丸丸八。F. M. 九三三の A. B. C. ラジオがお送りしています。時刻は五時三十八分です。金曜エンゲモンのコーナーです。 このコーナーは ABC アナウンサーであり、社会人落語家でもある私、桂沙也が落語や講談、浪曲、文楽、漫才などなど、園芸に関するこぼれ話をお届けするコーナーです。今日はですね、オープニングでもお伝えしました通り、落語に関する本のご紹介なんです。落語の、まあ、入門本というか、あまあでも、学術本と言ってももしかしたらいいかもしれないですね。私なんかそんな風に捉えたりしてるんですけれども、 落語を聞いてみたけど面白くなかった人へという,う本なんですタイトルがねすごく面白いでしょ、えー、柏木ひろきさんという方が書かれてましてちくま書房さんから出版されてるんですけれども文庫本なんです私はもう本当にこのタイトルに惹かれましてうわこんな人私の周りにもいるような気がすると思ってでそんな人に、えー、どうしたら私も落語を、ね、好きになってもらえるだろうっていつも考えてるんですよ でええー、いつもねこの金曜弦芸門のコーナーで落語のネタをこう紹介したりこぼれ話をご紹介したりしてええー、ちょっとでも皆さんに好きになってもらえたらなと思ってるんですけれどもこんなドストレートなタイトルでえー、どんなことが書かれてあるんだろうと思って手に取ったんですええー、後ろのねえー、この表紙のところには説明が書いてありましてねちゃんと聞いたことがあるのにその上で興味が持てないとか 落語は「オチ」が命と言われているのにこの肝心の「オチ」の何が面白いのかさっぱりわからなかったそんな人が案外多いんじゃないかということでこの「落語は面白くないのが当たり前」という概念から始まる落語案内本なんだそうですえそんな説明が書かれてあります。 まずねこの頭木先生という方がどんな方かと言いますと、えー、落語の本を書かれているわけじゃないんですよ普段は文学を紹介するお仕事をされていましてで、えー、20歳の時にね難病になられまして13年間の闘病生活を送られたんだそうですでその時に落語に出会っまあ出会ったのは中学生ぐらいの時に実は地獄罰計「亡者のタームレット」 をねえー、初めて聞いたんだそうですけれどもその頃には実はそこまではまることはなかったどはまりすることはなかったんだけれども闘病生活をね落語が支えてくれたということで、えー、落語にこうどはまりしたんだそうです。やっぱり テレビなんかはねあのバラエティ番組とかを皆さんも見られることもあると思いますけれどもすごくあの楽しそうでみんなが笑顔でキャッキャッキャッって賑やかにしてると思うんですよ。で、えー、入院なされた経験ある方もねあの共感されることもあると思うんですけれども。 なんとなくそういうみんなが賑やかにしてて楽しそうにしてるのを見るとちょっと疎外感があって孤独感をより感じてしまって、えー、そのテレビを消したくなるっていうことがねあると思うんです。で、あの闘病生活を送られてる方だけじゃなくても何か今辛いことがあるとかあ思い悩んでることがある人は あまだ軽い症状の時はねその心持ちが軽い症状の時はテレビを見てわははって笑えたりとかするんでしょうけどすごくそれが深刻になってくるとそういうものを見るのもしんどくなってくるだけどそういう時にこう寄り添ってくれて、えー、その落語の世界に何て言うんでしょうねあのタイムスリップみたいな感じで、えー、飛んでいけるっていうのがこう落語のいいところ。 だったみたいですねこの先生の、えー、あのご自身のこのあと書きで落語との出会いというのを書かれてるんですけれども笑うことまではその入院当時もできなかったんですけれどもそれでもどれほどこの落語が救いになったか知れませんというふうに書いてます逆に言えば落語がなかったらどうしていたのかと思うほどこう眠れない夜イヤホンでね落語を聞いていたんだそうです あなんか私も、あのー、自分がねこうなんでしょう30代に入っていろんなことをこう思い悩むようになった時に落語にちょうど出会って助けられたなっていう,いうところがあるのであすごくこう先生とこう心が通ずるところがあるなと思ってそれがまた嬉しくなったりしたんですけれどもねではまあ本題に入りますねこう落語が面白くなかった人っていうのは何でまあ面白くないのかと。 ななんで落語が面白くないのかこの謎を解き明かしたら落語の実は面白さにも逆に気づくことができるんじゃないかっていうのを書いていらっしゃるんですね。で、えー、どうでもいいと思ってる人にこの本をやっぱり勧めたりとか落語を勧めるっていうのはなかなか実は難しい。 大抵の人というのは一度は落語を耳にしたことがあって落語のことがすごく好きな人がいる世の中にはそんな人がいるっていうことも知っているし古典芸能として素晴らしいものであることも知ってるし名人と称賛される人がいることももちろんみんな知っているけれどもなんか興味がわかへんと。嫌いいでもななけど別にそんな あのわざわざ聞きに行ったりとかあなんでしょうテレビで落語やってるからってそのチャンネルを止めて、えー、そんな聞くほどの必要性も感じないと要するにまあどうでもいいという方もいらっしゃるだとでそういう人に対してどううしたらいいいいかというのを書いてあるんですねそんな人に対して「もっと名人のを聞いたら?」とか「味が分かるようになるまで聞いてみて」って言っても。 これはなかなかか難しいわけですよねいやそんなん別に聞きたいわけでもないしいや別にそんななんか味がわかるようになるまで聞く必要もないかなと、うん、いうふうにやっぱり思われてしまうのでそういう進め方はあまり良くないと。で落語というのは実はなんとなくハードルが高いように思われてしまっている私もそうでした最初は。着物を着ていたり使ってる言葉には古くて意味のわからないものがあったりとか。 でお話の背景も古い時代のもので様子が分からなかったり意味が分からなかったり笑えるって言われても分からないことだらけではいや笑うのは難しいだろうと。でお着物もねやっぱり着てるっていうところがまたちょっと自分の生活からは離れてたりってするので江戸のこと勉強しないと分からないのかなとかなんかねこう先に勉強してから行かないといけないって思われてる方も多いようですね。 いやそ実はそんなことは全然ないんですけれどもねう気軽に寄せに行っていただいてフラーッと入っていただくっていうのがあいいんですけれどもいろんな角度から落語ならではの面白さとはいかなるものなのか大きな謎に迫っていけたらと書いていらっしゃいます落語がなぜ面白くないかその答えはなぜ面白いのかというところにあるということで でこれねあの第1章から第4章まで、えー、書かれてあって今日はあの第1章についてちょっとお話ができたらなと思ってるんですけれども第1章は「落ち」について、えー、まとめていらっしゃるんですね。 落語は落ちが命ってよく言われますうん落ち下げというふうにも言いますけれども私もねあの普段落語をさせてもらう時は大体ほとんどの場合途中まで途中で終わらずに最後の落ちまでするようにはしておりますね。えー、だけどなんで落ちがあ命やって言われてるのに全く面白くない落ちがあるのはなんでだ っていう疑問がねやっぱり落語が面白くないと感じてる人からは出てくるんだそうですね。えー、落語を初めてて聞く人はオチが一番面白いいんだなとと思ってしまいます当然のことでしょでそういうつもりで落語を聞くと「あれ?」となってしまいがちだとまあそういう方もいらっしゃるでしょう。ダジャレで終わったりとかうーんなんか意味が分からなかったりとか「オチ」までやらないこともあったりとか。 一方で落ちがめちゃくちゃ面白い落語もあるんですよ。うん、で、そういう人にとっては、あの落ちが命なのにこんな面白くなくてええのとか、今じゃなんでこう理解できないものがあるの？で、そんななんか命なはずなのにこんなんでええのってやっぱり思うそうなんですね。で、柏木先生すごいなと思うのが、落、え、ち、ー、というの落語というのは。 このオチを物語のどこでも終わらせるるるこことととができるというところにあるせっかくこう気象点滅の始まりっていうものが面白かったとしてもそれをどん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 気象転ぐらいまでものすごい大きく膨らませて展開したとしたら気象転結の「ケツ」が面白くないとその物語っていうのは尻すぼみになっちゃって。 あなんかこの物語なんか最後だけいまいちやったなあっていうそんな映画とか小説とかございませんかええー、そういうのと実は落語というのは一線を画しておりましてどこでののどこででで終わっても成立すするというのが落語なんですよでその「オチ」というのは「起承転結のどこに「オチ」を持ってきても終わらせることができるということをおっしゃってるんですね。 うわなんてすごいところに目をつけはったんやろうなと思ってであのー、このお話のの中でもこのも本の中でも書かれてるんですけれども起承転結でオチをつけるどこでも落ちをつけるためには落とすオチというのは落とすと書きますから落とすためにはその前を高めなければいけない。 高めるっていうのは、まあ面白くなったりとか、盛り上がってきたりとかっていうことですね。そこまでに皆さんの気持ちをこう膨らましていって、一気に急降下させる。まあ、ジェットコースターみたいなもんですよね。本当にフライングダイナソーですよ。で、その時にいい落とされたって思った時にホッとしたりとか、はっ,ってその落とされたことによって笑いが自然と生まれてくるとか、関心をしたりとかするっていうのがあるわけなんですよね。 いやこれは本当に奥が深いなと思いまして「落ち」だけでこの第一章が出てきてしまうと。いやもう「死者苦しのねえ言葉なんかも書かれてます「緊張の緩和」「下げとは緊張の緩和」である「落語は緊張の緩和」というふうにおっしゃっております。えこんなことを書きながらでももう本当に、あのー、難しくないんですこの、あのー、書いてあることが。質問と答えっていう形式で書いてありますので。 あ私もこ,れにでこの本に出会えてよかったなとあの私も創作落語を作りますのでねあこんな風にしたら面白く作れるんだっていうのがちょっと見えてきました実は私の,あの前に作りました3代話、えー、双子のね3組の双子のお父さんは一体誰だったんだろうっていうのが。 気になっって仕方ありませんというご意見が多かったんです、えー、最後も最後までそれは明かされませんでした。だけどそれが実は結論ではなくってそれまでに盛り上げていったもので最後全然違うところで落とすっていうのが実はこの落語の醍醐味だということに答えをこう先生が出してくれた柏木先生が出してくれたんやなって思ってねすごくすっきりしました。私もなななんんかそんな分かそ分っってなくて作ってく作たのでいや 本当にあのこの本をねちょっとしっかりと分析していきたいのでまだちょっとこの来週からも続けたいと思います。えー、第1章だけでもまだまだね、えー、たっぷりと他にも書かれてあることありますので CD やね書籍を写真入りで。 紹介してくれてるんです落語の CD なんかもね、えー、紹介してくれておりますのでよかったら手に取ってみてください落語を聞いてみたけど面白くなかった人へ柏木ひろきさんの著書ですちくま書房から出版されておりますここいらでお時間となりました本日は落語の入門書落語を聞いてみたけど面白くなかった人へをご紹介いたしました